全日本一輪車競技大会とは、公益社団法人日本一輪車協会が主催する一輪車、演技部門の全日本大会のうち、ペア部門及びグループ部門の大会である。日本一輪車協会が主催する演技部門の全日本大会はこのほか、ソロ演技部門の大会と舞台演技部門の大会がある。ペア演技部門とグループ演技部門は、同1日に開催される一方、 ソロ大会は別の日程、会場で開催されることから、このように表現される。一輪車競技の演技部門とは、一輪車に乗りながら、曲に合わせて、グループによる演技を行い、その芸術性や一輪車乗車の技術力を競う、競技である。スケート競技におけるフィギュア部門に相当する。ソロペアグループ演技部門は、体育館のフロアを使って、演技を行うが、 ホールのステージを使って演技を行う部門が舞台演技部門である。一輪車演技としては体育館のフロアで行うグループ部門が最も競技人口の多い部門である。日本一輪車協会の各支部が開催する演技部門の大会も増えてきているが全日本一輪車競技大会はそれらの大会の頂点に位置する大会である。1985年に 1> 第1回大会を開催し、2011年大会は第27回大会である。初期の大会は神奈川県山和市や青森県青森市などで開催されていたが、2003年以降はおおむね毎年7月下旬から8月上旬の休日に国立代々木第に体育館で開催されている。ただし、2年に一度開催される国際一輪車、 競技大会と開催日程が近い場合、日程をずらすことがある。2011年大会は12都道県の38クラブから46グループ、44ペア、選手549人が出場している。予選となる地方大会はなく、参加を希望する者は事前に演技をビデオ撮影し、提出されたビデオにより事前審査を行い、大会参加者を決定するが、 前年度大会入賞グループペアは一定の条件で、事前審査が免除される。2010年大会では、グループ演技部門で50チームのエントリーに対し、事前審査通過は40チーム、ペア演技部門で103ペアのエントリーに対し、事前審査通過は47ペアであった。各種目、クラスごとに、上位3位までは、メダルと賞状、4位から6位は、賞状が授与される。 クラスを通じ最も優れた演技が総合優勝とされる。その他に特別表彰として一家がある。審査にあたっては衣装や小道具の芸術性も評価対象となっている。27回の大会のうち13回の大会で青森県弘前市の豊田児童センターがグループ総合優勝を果たしている。ありがとうございます。